おはようございます。おはようございます。今日はですね、あなたのお悩み解決します。細木甲冑部のお悩み相談。古いな。細木和子先生。細木甲冑部です。なんかスピリチュアル的なレッスン。技術的なレッスン。そうなんです。今日は、はい、悩みを抱えた、うん、悩める子羊、うん、平野くんにお越しいただいてます。平野くんです。どうぞ。おはようございます。おはよう平野くん。甲冑部出るってよ。びっくりしました。平野くんの簡単な自己紹介。自己紹介、うん、南山大学の4年生で、基礎スキームに、はい、入ってて、まあ、今年、まあ、県議選とか岩田計画戦とか、うん、まあ、開催されたら、うん、たくさん出ると思うなって。そういうわけです。あれはテクニカルとか持ってる？今1級です。1級、はい、テクニカル取りたい。そうですね。そうだね。じゃあテクニカル取れるように頑張っていきたいと思います。あれは悩みは悩み、うんうん、今はショートのスキー履いてるんだけど、ね、ショートターンだったらやっぱりこうカービングは割とできる方だと思ってるんですけど、うん、どうずらしの方が、うん、急斜面だね。そうですね。急斜のずらしでちょっと膝が使いづらい、どうも腰浮きしちゃう。急斜のずらしね、はい、いいよ、そういうのいいよ。じゃあ急斜のずらしをいってみよう。お願いします。いい、ね、お願いします。いいね。さあすジャスジャスドーン。うるさいです。はい。それでは、はい、1本目、普段の滑りを見せてください。はい、はい、それではよろしくお願いします。はい、じゃあちょっとずらしのショートターンを改善していきましょう。まず1本目の滑りを見たところ、雪煙が横にこう出る形で、ずらしてるんで、これはエッジが引っかかってずらしがすごく苦手な人に多いずらし方になってしまいます。うん、なんで雪煙を下に出す、谷方向に雪煙を出すイメージで、はじめちょっと練習したいと思います。ハの字を作って谷側に雪煙を出す、谷側に雪煙を出す、谷側に雪煙を出す、谷側に雪煙を出す。はい、雪煙を出す方向は OK なんですが、体が谷側向いてる状態で雪煙を谷側に出すと正面に雪煙が出るイメージが湧くと思うんですけど、今見てると体が横に向いて雪煙を出してるんで、ここも滑りにくい原因になります。体を谷側に向けた状態でもう一回雪煙を出す、雪煙を出す、谷側、谷側、谷側。はじめはじゃあこうやってストックで目標物、例えばあそこの木を目指して滑ってみましょう。はい、どうぞ。そう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 。
いい感じ。そう。オッケー。じゃあ行きますよ。この谷側に向かって。OK。で行きます。あ、下ろす、下ろす、下ろす。接線した。接線した。はい。カメラ目線でいいよ、カメラ目線。まだ後ろ向いてるよ。カメラ目線、カメラ目線。だいぶ良くなってきたと思います。まず平野君の直さなければならないポイント、一つ目はスタートで漕がない。スピード出せば出すほど体を倒してターンに入りやすくなるんで、落下を使う。直さなければならないポイント、その2、下に浮きを出す、下に雪煙を上げるようなイメージ、この2つを意識して、落下する雪煙上げる、落下する雪煙上げるっていう連続を、ここで意識した、またハの字でやってみましょう。いきます。ここからまず落下する、雪煙上げる、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 落下する、雪煙上げる。 OK。 そう、そしたらそれをパラレルスタンスでやってみましょう。ここから落下する、両地に下向く、雪煙、同時に下向く、雪煙、同時に下向く、雪煙、同時に下向く、雪煙。焦らず、焦らず、ゆっくりでいいから、ゆっくり。急いで下向けようとしてるね、まだ。板が下向くスピードと板が横向くスピードでいったら、横向く方が簡単です、後半の動き。なんで谷回りとか板下向けるっていう動きは、時間をかけながら、もうこのスピードから行くとしたら、もうこういう時間をかけながらずっと谷側に向かっていく。今向きました。良くなったんじゃないかな。どうですか、細木先生。オーラが少し出ました、はい、オーラが出ました。いいオーラが、いいね、いい傾向全部教えるとまだあるけど、ずらし、斜面でずらすっていうのは必ず落差を使うこと、落下をしながら谷回りしていくことと、山回りで落とされないっていうことが大事、谷側に。で見てるとどうしても山回りで落とされないようにエッジ立てるっていうのは
は確かにできてるところはあるんだけど、エッジ立てて終わりになっちゃってる、うん、でエッジ立てたものを緩めることで次の谷回りに入っていくとか、はい、次の落下を生んでいくってところが今テーマになるのかなと思いました。はい、滑った感じどうですか、うん、かなり自分で踏んでいくっていうか、体を動かすってことはなくなって、しっかり踏んで回してもらうっていうことがちょっとできるようになりました。だから余分な運動があったんだね。私のカメラ位置だいぶおかしいよね。お尻だから、お尻出ちゃうからさ、オーラが、うん、俺の場合。あ、そう、そう、半減してさせてるのね。じゃあ今日のレッスンはこれにて終了ということでいいでしょうか。ありがとうございました。ありがとうございます。ご苦労さん。ご苦労さん。